ゆみりんに教える勝ち玉運気予報、新年明けましておめでとうございます。とその前に、占い界の新年は旧暦で表示しておりますので、2月4日から、したがって今月1月までは2022年の運気となります。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉1玉の方の今月の運気指数は6です。今月は夢や目標、教養が手に入る時です。物事を白黒はっきりさせて迷いをなくしましょう。では今月の運気の前に、今年の運気からお伝えしていきます。宿玉1玉の方の2023年1月までは瞑想の季節です。そして今月1月は研究の季節です。では宿玉1玉の方の研究の季節を詳しくお伝えしていきます。物事に対して白黒はっきりさせなければならない時期になります。判断を見誤ったり、決断を先送りすることで火種を残す結果が生じることも。ただし慎重に仕事に取り組んできた人は、これまでの苦労が報われる時期でもあります。研究の季節では物事の本質を掘り下げて、考え方をじっくり見極めることが重要になります。このように研究の季節では、外へ向かうよりも内に意識を向けて、これから先のことを考え、目標や計画を立てる時です。内面を磨くことを意識しましょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく1月6日から2月3日までが1月の運気となります。そして最も気になるこの1月の研究の季節と重なる15、25、そう、今月は月と日が重なるのは2回だけです。このように研究の月と研究の日が重なる日は、もう一度目標や計画を見直す時です。いつやるのか、誰とやるのか、どこでやるのか、どのようにやるのか、まさに大ダブル知恵ですね。では研究の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと、目標や計画をしっかり立てると良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、準備不足で目標や計画が立てられず不安になるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、専門分野の知識を学ぶと良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、準備不足で表現力が乏しくなり、気苦労が多くなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、年長者からの教えや助けをプラスに転換すると良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、年長者の感情が強くなり、その人たちに依存しやすくなるので注意しましょう。このように運気予報をチェックして、毎月の傾向を知ることで今何をすべきなのか、行動の指針にしていきましょう。さあ皆様、いかがでしたでしょうか。こちらの運気予報は、あなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は、このような冊子をご準備しております。こちらにはさらに詳しく、良い傾向、悪い傾向、起こり得る出来事、そしてその対策など、こと細かく記しております。あなたの2023年の運気を詳しく知りたい方は、概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、そちらでお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。